今回のリーグオブヒーローですね。この3人でいきたいと思います。インサイドヒーローもね、もらえたので、うん、この回は結構いけそうな気はしますけどね。トップロね、まあ平均的になかなかいい感じに仕上げられたんですけど、そうですね、もうちょっとスタミナ欲しいかな、あ、パワーかな、パワー欲しいかなって感じですよね。実力は引けを取りません。2番人気は3番桜ローレル。ちょっとやっぱスタミナ低いですね。素質は負けていませんよ。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。桜ローレルだけデバフちょっと入れてみました。ちょっとね、なんかこの子弱いかなと思って入れちゃったんですけどね。またまずの仕上がりですね。作り直したいと思ってるんですけど、この課題ですね。ちょっとどうなるかわからないですね。4番人気、5番ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。6番人気は6番、7番人気は7番ライスシャワー。ちょっと厳しいメンバーですが、検討を期待したいですね。今回ラーク結構上振れするとみんな優位あたりいっちゃうんで、メンタル面の成長が欲しいです。5番人気は多分そうですね、トップを行く人は大体優位じゃないかなとは思ってますけどね。長距離シューズがちょっとトップロムが育成するのに長距離シューズ足りなくて、他のシナリオをずっとやってたので、ラークはちょっと手に入らないですね。だいたい中距離しか取れなかったレースの中距離ばっかだったような気がするんですけど、で他の、シナリオをやってて、なかなかラークで育成できてなくて、なんとか仕上げたのがこの3人ですね。1番人気は2番ナリタトップロード。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。長距離は最後の直線での粘り強さにはフレンドで9お方がいてくれてすごく助かりましたね。それではレース行きたいと思います。激闘必至の一戦が幕を開けます。誰よりも前にリーグオブヒーローズ。3番人気にはここまで無敗グランプリウマ娘セイウンスカイ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗グランプリウマ娘サクラローレル。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ここまで無敗可愛いですよね。グランプリウマ娘成田トップロード。ずっと待ち望んでて、私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。あと行くのが来てほしいなとは思うんですけど、いつもセイウンスカイと成田トップロード、この二人が競り合っているぞ。セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番成田トップロード。ここにいた、それを見るように5番、そしてその後方には9番
あとはライスシャワー。第4コーナーカーブ、先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手はセイウンスカイ、続いて12番、その後3、4馬身開いて5番、2馬身、3馬身開いて成田トップロード、1周目のスタンド前にかかってゆく。外から行く9番、その後ライスシャワー、後ろ桜ローレル、4馬身離れてメジロマックイーン、1馬身離れて11番、それを見るようにマンハッタンカーフェ、後方2番手に6番、8番、現在シンガリラ、意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。さらにセイウンスカイ、そしてその外12番、外を通りまして5番、成田トップロード追走、そしてその後ろから行くのは桜ローレ、その外並んで9番、2馬身3馬身開いてライスシャワー。冬を越えて私は咲く。1馬身差メジロマックイーン、1馬身離れてマンハッタンカーフェ、セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。セイウンスカイ先頭、セイウンスカイ、レースは淀みなく進んでいます。続きました桜ローレ、そしてその後方には12番成田トップロード、ここにいます。ここまでが先頭集団、乗せちゃいましょうか。残り 1000m 通過、さらに桜ローレ、さらに内セイウンスカイ、外から行く成田トップロード、内から内から12番、5馬身離れて9番、5番並んでくる、1馬身差11番、内の方からライスシャワー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。駆け抜けます、頂点への道を。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのは成田トップロード、成田トップロード、先頭は成田トップロード、これは強い。200を通過、これは強い。成田トップロード、リードは4馬身、足色は衰えない、先頭は成田トップロード、変わらない。成田トップロード、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。トップロード、期待通り、結構、勝率はいい方です、誰にも譲りませんでした。2着は桜ローレル、3着はセイウンスカイ。皆さんの声援に背中を押されて、パワフル主人公を撮ってるんですけど、やっぱりちょっと雨だとね、実力発揮できないのでね。てるてる坊主のアイテムを使う、3番成田トップロー、使うしかないですかね。いい感じに気合が乗っていますね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。4番マチカネタンホイザー、12番人気です。まずまずの仕上がりですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。11番人気、ゴルシの機嫌そうな顔です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、明らかに機嫌そうな顔してるから面白いですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。10番人気、9番アグネスタキオ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。7番人気、11番、勝ちは十分に狙える3番人気、1番桜ローレル。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。2番人気は2番セイウンスカイ。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。3番、だいたい苦戦してて、芝とか長距離とかの適正の S 取れるのが最初なんですよね。その後結構なんか、取りづらくなってきちゃうんですよね。今までやってきてそうなんですよ。最初取れて、その後結構取りづらくなってくるんですよね。あの育成重ねてると、ここまで無敗グランプリ馬娘桜ローレル。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘セイウンスカイ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗グランプリ馬娘成田トップロード、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう上面中間に入っていく、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、
このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は成田トップロード、少し離れて5番、2馬身3馬身開いてゴールドシップ、5番手に桜ローレル、アグネスタキオ並んできた。まもなく第4コーナーカーブ、先頭がやや速いのか、縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は相変わらずセイウンスカイ、続いて5番、3番手には成田トップロード、ゴールドシップ、4番手後からアグネスタキオ、1個目のホームストレッチです。さらには6番、その後ろ桜ローレル、その外並んで11番、内を回ります。マチカネタンホイズ、少し離れて10番、後方2番手に12番、最高峰7番、意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイ、写真を追い込むはパワーがちょっとかかりきるかもしれないです。桜ローレルタイミングがあればいいですが、順位を振り返っておきます。依然先頭はセイウンスカイ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。続きました5番、成田トップロード、この位置につけています。その後3、4馬身開いてゴールドシップ、すぐに続いて桜ローレル、1馬身離れて10番、内の方から冬を越えて私は咲く、その外並んで11番、1馬身離れてアグネスタキオ、1馬身差12番、内をついてマチカネタンホイズ。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は依然セイウンスカイ、1馬身リード、それを見るように成田トップロード、3番手に桜ローレル、それを見るように5番、5番手ゴールドシップ、2馬身差10番、1馬身離れて6番、その外並んで11番、残り 1000m を通過、乗せちゃいましょうか。内から内から12番、少し離れてアグネスタキオ、外を回ります。7番、そして最高峰マチカネタンホイル、成田トップロード、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。駆け抜けます。頂点への道を、栄光まで400。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは成田トップロード。セイウンスカイ、追いすがる成田トップロード、つやつやつや、完全に抜け出した。残り200、成田トップロード、やっぱりロードの場所、旋風は変わらず成田トップロード、自分の強い成田トップロード、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。このレースの主役は成田トップロード。栄光の輝きはこの馬娘を照らした。2着はセイウンスカイ、3着に入ったのはサクラローレル。うん、皆さんの声援に背中を押された結果です。綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう先行争いはセリウスカイ、日本のブルボン、成田トップロード、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。残り200を通過、セリウスカイ食い下がる卵クラス。追走、先頭は依然成田トップロード、強すぎる成田トップロード、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。やりましたね。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうです。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開、これは直線勝負になるか。400を切りました。最終残り200、追いすがるセイウンスカイ、ゴールドシップ、追走、先頭は依然成田トップロード。成田トップロード、足色は衰えない。成田トップロード、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。英雄揃い組のレースを制したのは成田トップロード。ファンも大歓声で祝福しています。やりましたね。うん、代行レースはEU、 みんな EU ですね。6番人気、3番成田トップロード、4番イナリワン、1番インサイドヒーローを取ってるけど、パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。EU からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。10番人気は5番、
勝ち残っていくには EU 以上ですよね。このメンバーの中でも見劣りしないシナリオですね。前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。UFP 後半か11番人気11番実力は引けを取りません。2番人気は12番ミスター CB。 勝ち残っていけないんじゃないかな。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。4番人気は2番。期待している皆さん、ご安心ください。この12人の英雄が競い合って白熱しないわけがありません。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗グランプリウマ娘稲荷ワン1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子ここまで無敗グランプリウマ娘ミスター CB。 注目のここまで無敗グランプリウマ娘成田トップロード3枠3番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう正面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気稲荷ワン声優スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は声優スカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、さらに8番、4番手成田トップロード、5番手には6番一馬身離れてオグリキャップ。まもなく第4コーナーカーブ。先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。依然として声優スカイ続いて8番、それを見るように11番、4番手に成田トップロード、6番続いている。後からオグリキャップ。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく一馬身さん。桜ローレル1馬身離れて5番、外から稲荷ワン、少し後ろから9番、後方2番手にミスター CB、 ポツッと1人10番声優スカイ。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。声優スカイ、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず声優スカイ。続きました11番、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は変わらず声優スカイ。一馬身さん8番、3番手11番、その後ろ成田トップロード、さがなく6番一馬身さん、オグリキャップ一馬身離れて桜ローレル、その後ろミスター CB。 一馬身離れて桜ローレルだけ冬を越えて、私は酒レベル5に行ってない。外を通りまして9番稲荷ワン並びかけてきた。そして最後方10番意気揚々と先頭行きます。声優スカイ、どうでしょうこの展開。当たってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。2周目の向こう正面、各ウマ娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手は声優スカイ、少し離れてオグリキャップ、少し後ろから成田トップロード、桜ローレル4番手、一馬審査8番。乗せちゃいましょうか。残り 1000m を通過。その後6番、あとはミスター CB、 内で11番、外を通りまして稲荷ワン、リバシンさん10番、内で9番、5番、最後方からという体勢であります。稲荷ワン、果たしてどうでしょうか。ババ状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって駆け抜けます。頂点への道を。残り400、ナビタトップロード、今度くる成田トップロード、完全に抜け出した。残り200、成田トップロード、足色は衰えない、成田トップロード、リードは2番手。やった、2番手争いはミスター CB、 声優最高、見事、成田トップロード、100歳以上の強さを見せた、見事な勝利です、このレースの主役は成田トップロード、栄光の輝きは、この馬娘を照らした、2着、ミスター CB、勝ちました。皆さんの声援に背中を押された結果です。まあまあかな。はい、じゃあ1回目のリーグオブヒーローズを終わりたいと思います。